マフムト2世は、オスマン帝国の、第30代皇帝。父は、第27代皇帝アブデュールハミト1世、母ナクシディル・スルタンは、フランス人で、ナポレオン1世の義理の十枚とする伝説が、有名だが、実際は不詳である。第29代ムスタファ4世の異母帝。アブデュールメジト1世、アブデュールアズイズの父。内外の危機的状況によって、 帝国の支配が揺らぐ中で即位し、中央集権化と西洋化を軸とする上からの改革を推し進めて、帝国の再生を図った皇帝であり、オスマン帝国における、啓蒙先生君主と評価される。マフムとは1785年に、アブディルハミと一世とその夫人である、ナクシディル・スルタンとの間に生まれた。母のナクシディル・スルタンの出自には、諸説あり、 かつては、フランス出身と言われていたが、近年の研究では、コーカサス出身という説が有力である。マフムトが4歳の時に、父ミカドが崩御し、いとこのセリム3世が後を継いだが、セリム3世は、マフムトとその兄のムスタファを気にかけており、マフムトは、自由を享受した。また、巫女時代は、宮殿内のシェフザーデガン学校で教育を受けた。 セリム三世は偉大な作曲家で、トップカップ宮殿で音楽の巨匠を集めるなどした。若き日のマフムとは、その影響を受け、音楽に興味を持った。さらに書道にも関心があり、宮廷の書家のメフメとバスフィエフェンディから、書道の施しを受けた。アレムダル・ムスタファ・パシャ1807年、オスマン帝国の西洋化改革に宣弁をつけた、いとこのセリム三世が、 家にチェリーによって廃位され、兄ムスタファ4世が即位した。さらに、翌1808年7月、改革推進派の要請を受けたブルガリア北部のアーヤーン、アレムダルムスタファパシャが放棄、イスタンブールに入場してムスタファ4世を廃位するという動乱の結果、定位継承順位が比較的低い年少の巫女であったマフムト2世が即位した。 しかしこの即位をめぐる状況には複雑な事情があった。廃位されることを恐れたムスタファ4世が先手を打ってアレムダルの入場に先立ち先手セリム3世とマフムトを殺害を殺害する命令を出した。ムスタファ4世は唯一の定位権証券保持者であることにより廃位を招かれる試みであった。この時の言い伝えは様々なものがあり。 19世紀のオスマンシカのアフメト、ジェブレトパシャによると、ジョージア出身のジェブリという女奴隷が、死刑執行官に焼けた石炭などを投げつけるなどして、時間を稼いだ。その間に、マフムトは屋根裏に隠れて、アレムダルパシャの軍勢が乱入するまで、そこに隠れていた。アレムダルの到着後、マフムトは即位した。オスマン長、マフムト2世のトゥグラによる署名。 アブデュール・ハミトの息子、マフムト、ハン永遠の勝利者と読める、即位後、10月には、帝国のアーヤーンを、トップカップ宮殿に集めて、一堂の前で、同盟の名役というアーヤーンの保護とアーヤーンと、スルタンが互いに助け合う協定がなされた。マフムト2世を即位させたアレムダルは、自ら大宰相に就任し、セリム3世の編成した。 洋式具を再建させるなど西洋化改革の復活を図ったが、11月に、イエニチェリの放棄によって殺害された。この時、イエニチェリ反乱の勃発を知ったマフムト2世はすぐさま、廃位、殺害の危険を逃れるため過去の例に習い、唯一の定位権証券者であるイボア兄、廃帝ムスタファ4世を殺害させた。ムスタファ4世の死によって、マフムト2世が、 定位継承権を持つオスマン家唯一の男子になったため、イエニチェリは彼を廃位することができず、マフムト二世は定位を保った。だが、イエニチェリを中心とする反西洋化改革勢力の下で、政治的には長らく院任事長を余儀なくされた。しかしマフムトは、長い時間をかけて、イエニチェリ軍司令官に自分の支持者を少しでも多く配置していき、 その一方で、反改革派を地方の行政官にするなどの左遷によって数を減らしていき、場合によっては処刑することもあった。フランス法移毛である大仏大同盟に参画したオスマン帝国だが、当時のヨーロッパの広報はオスマン帝国には適用されず、ウィーン会議にすら出席できなかった。しかも、1806年に始まった。 ロト戦争は1809年に再開された。これに対抗するために、オスマン帝国は、同年にイギリスと秘密同盟して対抗しようとしたが、1812年に、オスマン側は敗北し、ロシアとブカレスト条約を締結し、ベッサラビアを割上し、プルート側を国境にして、さらに一部高下カサスの領土を、ロシア帝国に奪われてしまうありさまであった。 ブカレスト条約ではセルビアに自治権を与えることが明記されたが、オスマン側はなかなかそれを実行しなかったため、1815年に第二次セルビア法規が勃発、2年後にはセルビア自治公国を承認した。それでも大半の帝国領土は名目的には保持され、ヨーロッパ列強の思惑もあり、戦後のウィーン体制の一員となった。 マフムとは即位の3年前から始まった、ワッハーブ王国との戦争を終わらせるために、直ちに聖地奪還のための軍隊を派遣し、エジプト総督のムハンマドアリーにも援軍を要請した。当時聖地を手に入れていたワッハーブ派は、聖地巡礼団を襲撃して、金品を奪い、ワッハーブ派に回収するか死を選ぶかを選択させていた。聖地巡礼のルートを確保するのは、 カリフの役割であったタメマフムトは、スルタンとしての、そしてカリフとしての威信をかけて、鎮圧に乗り出した。1812年に、メディナを奪還し1813年に、メッカを奪還して、1817年までに、ワッハーブ王国の主要都市を占領、翌年ワッハーブ王国を滅ぼした。国王アブドゥラビンサウドは、イスタンブールへ送還され、そこで処刑された。 オスマン帝国とガージャール朝は長らく友好を保っていたが、ガージャール側が自身に敵対的な部族を保護、または裏で操ってるとして、1821年に東アナトリアとバグダードへ侵攻してきた。バグダードは死守したもののエルズルムでガージャール朝と衝突、敗北し、1823年には第一次エルズルム条約を締結し行はした。 内容は80年以上前に締結されたケルデン条約の国境線にすること、ペルシャ人の聖地巡礼の許から3年ごとに両国が施設を派遣することなどであった。しかし1830年代から国境紛争が再び起き、一触即発の状態にまでなった。しかし、戦争はイギリスとロシアの仲介で回避されマフムトに世死後の1847年に、 第二次エルズルム条約を調印した。内容は国境紛争地域を両国で接班し、そのための国境委員会を設置することなどであった。国境を決める作業は長い時間をかけて行われ、1914年に完了した。マフムト2世、マフムト2世は改革を進める一方で、地方において反独立君主のように振る舞う。 地方名士たちに圧力を加えて政府の統制下に置く努力を払った。マフムとは宮廷の保守派との間では地方名士を排除して集権化を進める目的は一致していた。1813年に徴税請負い制で契約できるのは地行制間限定とし、1838年には官食者の俸給に徴税請負い権限を充てるのを禁止した。 時間をかけて、マフムト二世による、同盟関係の切り崩し、当主が死去した、際の財産の没収、軍隊による討伐、もしくは大勢力の地方名士に小勢力の、地方名士をいくつも討伐させる、強力な地方名士は、認知外で勢力を削ぐ、などをして、地方名士の力を削っていき、帝国の中枢であるバルカンアナトリアでは10年ほどの間に、 ほとんどの地方名士が中央政府に屈した。このようにして、アレムダルの死から十数年をかけ、マフムト2世は徐々に皇帝先生、中央集権化に向けて実力を蓄えていった。マフムト2世1826年、マフムト2世は、ついに半改革。 保守派勢力の画像である旧式軍イエニチェリを撃滅する意を決し、新軍団の設立を宣言してイエニチェリを挑発した。6月14日、イエニチェリはマフムトニセイに対して反乱を起こすが、マフムトニセイは裏側から反乱の正当性を否定する意見を取り付けていた。また、イエニチェリは都市の顔役として横暴に振る舞うようになっていたため、 もはや首都の住民たちには全く支持されていなかった。このため、反乱軍は新式の装備を整えた、砲兵隊に猛攻を加えられて芝叩く間に、壊滅させられることとなり、翌15日までに鎮圧された。マフムト2世はこれを機会にイエニチェリを廃止することを、布告し、ここに200年以上帝国の実権を握り続けた、イエニチェリは、歴史の幕を閉じた。 家にチェリの撃滅によって、西洋化に反対する勢力が完全に払拭されたと、見ることは難しいが、長らく全身的な改革に甘んじつつ、皇帝の力を蓄えてきたマフムト2世が、改革を強硬に推進する、先制君主へと進む、象徴的な事件となった。マフムト2世軍事面では、6月16日には、 家にチェリハイ氏の布告とともに、かねてから宣言していた、ムハンマド上将軍と名付けた新式軍隊を設立した。ヨーロッパの平成に習って、ムハンマド上将軍の総司令官として、セラスケルの職が新設され、オスマン帝国において、初めて陸軍が一元的な指揮系統に統合された。軍隊を拡大するために1834年に、広く、 国民から人材育成をするための陸軍士官学校が設立された。また、長らく形外化していたものの、なおも存続していたティマール製を正式に廃止し、ティマール製によって維持されていた在地騎兵スイパーヒーを解体して、陸軍の騎兵隊に統合した。ナバリノの海戦での敗北後は、さらなる強力な軍艦の建築に専念した。政治の面では、 君主の代理人として、絶大な権力を振るってきた、大宰相の権限縮小を図ろうとした。それまでの大宰相は絶大な権限を行使しており、国政の実質的な最高責任者で、戦時中には自ら前線に赴き最高、司令官としての役割を果たしていたが、太宰相府は分割され、外務大臣、内務大臣、財務大臣、司法大臣などの大臣職を置いた。 そして、これまで大宰相が主催してきた帝国の最高意思決定機関である、午前会議は閣議に改められ、オスマン帝国の伝統的政治体制は、西洋式の内閣制度に近づけられていった。マフムトに制裁0晩年の1838年には、大宰相の官名も、総理大臣に変更されている。反動勢力によって廃止されていた、大使館制度も復活させた。 首都では、モスクのメクデブで代行されていた、初等教育の義務化を試みた。さらに中等教育のための西洋式の中学校として、リセが開かれている。また、一般管理の要請と人用を図るマフムト二世学校も、設立された。保守派の画像であった、宗教勢力に対しては、イエニチェリの廃止と前後して、イスラム神秘主義のベクターシー教団を閉鎖させたり、 宗教関係者の経済的基盤である枠府を政府の管理下に入れたりすることで宗教勢力の力を削いでいった。オスマン帝国の宗務行政において最高の地位にあったシェイヒュルイスラームもこれまでの朝鮮とした地位を改められ長老夫と呼ばれる宗務行政の最高官庁の長官とされ閣議のメンバーに加えられるなど政府機構の中に取り込まれていった。 1833年には、ギリシア独立戦争の勃発によって、これまで、帝国の通訳官を務めてきた、ギリシア人が登用できなくなった穴を埋めるために、翻訳局が設立され、オスマン帝国の若手官僚の中から、西洋の言語に通じ、通訳官、外交官として活躍できる人材が、育成されていった。また、従来の徒程性的な家内教育と、 宗教勢力による学校教育が大勢を占めていた。教育の分野も近代化が図られ、軍医学校、音楽学校、士官学校などの近代的教育機関が創設された。彼らのうちの優秀な者たちは西洋に留学に派遣され、次世代を担うエリート改革官僚層を形成していくことになる。文化の上でも、ムハンマド上将軍で採用されていた。 西洋式の制服とトルコ帽が1829年に宗教関係の分野を司さってきたウラマーを除くすべての文館にも採用され、オスマン帝国の複製に様相が取り入れられた。これらの他にも、マフムトに正規の重要な改革として、常設大使館の設置、官邦の送還、郵便制度の創設などが挙げられる。地域ごとに人口調査も行われ、 これを機に、地域の区域ごとに、政、副の長が任命され、納税者の全国調査も行われた。住民登録、通行証明書の発行、税金の割り振りが行われ、1834年に一部地域で、資産と収入の調査も行われた。他にも、土地や家畜に課税される、ハラージュの廃止、裁判の控訴制度を導入した。マフムとは、 イスラム教で忌み嫌われていた飲酒に関しても緩和する直例を出して、これ以降上流階級では飲酒が平然のように行われるようになった。このように、マフムト二世は様々な改革を先制的に実施し、オスマン帝国近代化の歴史に大きな足跡を残した。しかしその急速な西洋化改革は多くのムスリム国民の反感を招き、マフムト二世は 異教徒の皇帝とあだなされたという。マフムト二世、マフムト二世の進めた様々な改革は一定の成果を収めたが、この時代に帝国が抱えていた深刻な内遊外観は彼の晩年の対外関係を極めて苦しいものにした。マフムト二世の先制体成果は長らくオスマン帝国の地方における軍事力を代行していたアーヤーンや 陸軍力を担ってきた家にチェリを滅ぼしたために、一時的な軍事力の弱体化をもたらさざるを得なかった。1821年に、ワラキアの首都ブカレストで放棄が発生した。この放棄はすぐに鎮圧されたが、それに抗応するかのように3月に、ギリシャ人のアレクサンドロス・イプシランですが、ヤッシーで放棄し、ここに、ギリシャ独立戦争が勃発した。 その後、ギリシャにイプシランデスやバルカン半島の諸民族、コサックなどが集結した。オスマン側も反撃し、6月にドラガザニの戦いで、独立軍を撃破した。しかしやがて、ペロポネソス半島は、独立軍に占領され、クレタ島でも反乱が起きたため、マフムト2世はこれを鎮圧するためにジハードを宣言、コンスタンティノープル総主教のグリゴリオスゴ世を処刑した。 オスマン側は徹底的な殲滅戦を繰り広げたが、対するギリシャ側はゲリラ戦法で反撃し、さらにヨーロッパ諸国から義勇軍がペロポネソス半島に集結してしまい全域に広がった、放棄を鎮圧しきれずにいた。1822年には反乱軍に海上戦で敗北、さらに中央政府がギリシャにできてしまい、半独立化していた。 追い詰められたマフムト2世は1824年に独自の西洋化政策を進めていたエジプト総督、ムハンマドアリーにペロポネソス半島とクレタ島、そしてシリアの3つの総督の地位を彼に与えることを引き換えにして援軍の派遣を要請した。翌年派遣されたムハンマドアリーの息子のイブラヒムパシャは次々と反乱軍を打ち破っていき、クレタ島をも占領した。 オスマン側はさらに北の守りを固めるために1826年に不利な条件ながらアッケルマン条約を締結し、ロシアと協調関係を結ぼうとした。しかし1827年にはロシアはギリシャの支援を再開し、イギリス、フランス、ロシアの連合艦隊にナバリノの海戦で敗北。この時、艦隊の8割近くを失い6000人が廃止した。 1828年にはロシアが正式に戦線布告をしてきた。マフムトはエジプトに再び2万人の援軍を要請したが拒否され、帝国第二の首都のエディルネを占領されてしまった。結局翌年アドリアノープル条約でギリシャの自治を認め、さらにロンドン議定書で完全独立を認めた。同年には、 帝国の西北端に位置するセルビア公国の自治を承認させられ、1830年に帝国南西端のアルジェリアがフランスによって占領された。そして1831年、ギリシア独立戦争への参戦で大きな犠牲を払ったムハンマドアリーが参戦にあたって、マフムト2世から約束されていたシリア総督職が与えられないことに抗議して、 エジプト軍をシリアに武力侵攻させる事件が起きた。単独でムハンマドアリーを倒すことのできないマフムト2世はギリシアセルビアの問題で圧迫を受けてきた相手であるロシアを頼りエジプト問題を列強の介入によりさらに複雑化させた。ロシアの支援を得るためにウンキャルスケレッシ条約でトルコ海峡をロシアに解放した。1833年 キュタヒア条約を締結し、第一次エジプトトルコ戦争は、ムハンマドアリーへのシリア総督職授与で決着したが、報復を期すマフムト二世とオスマン帝国政府からの自立とシリア方面における権益の拡大を狙う、ムハンマドアリーとの間の対立関係は収まらなかった。再衝突の緊張が高まった1838年、マフムト二世は、エジプト問題における、 イギリスの支持を取り付けるため、イギリスの利益に大幅に譲歩して、潜媒制の廃止と定律の固定関税を定め、オスマン帝国の関税自主権を喪失させる、不平等条約を結ぶ道を選んだ。これにより、イギリスの支持は得られたが、マフムと二世の崩御後、帝国が繁殖民地下に向かう直接的な契機はこの時点に求められる。しかしともかくも、 イギリスの指示を得たマフムト2世は1839年4月に満を持たしてエジプトとの間に先端を開き、ムハンマドアリーの支配する北シリアの要衝アレッポにオスマン帝国軍を向かわせた。6月24日、オスマン帝国軍はエジプト軍によって打ち破られ、第二次エジプトトルコ戦争もまた、ムハンマドアリーの優位によって進もうとしていた。 この秘宝が届く前に、マフムトは崩御した。この戦争は、最終的に、イギリスの介入により、1840年7月に、オスマン帝国側の優位で決着するが、ムハンマド・アリーに、エジプトの接収権が認められた。だが、これにより、関税自主権のない不平等条約がエジプトにも、適用されることになり、エジプトにとっても、この一連の事件は、 繁殖民地化の契機となってゆく。マフムト2世とムハンマドアリーの激突と、その結果は、マフムト2世の改革が、同時代のエジプトにおけるムハンマドアリーによる改革に、比べれば十分な結果を残すことができなかったことを、意味している。第二次エジプトトルコ戦争のさなかに、すでにマフムト2世は、健康を害していた。1839年。 放漁の直前に、タンジマートの下準備を開始し、ギュルハネ直例の起草を始めていたが、6月30日、マフムト2世は、結核の悪化によって、イスタンブールにて放漁し、長男のアブデュルメジと1世が後を継いだ。彼は、個人として様々な努力を行ったにもかかわらず、その知性における帝国の軍事的な体調を、押しとどめることはできなかった。しかしながら、 彼が引いた近代化改革がなくしては帝国の存続はあり得なかったのも確かであり続く時代のタンジマート改革の基盤として彼が果たした役割は大きい。マフムト2世には少なくとも15人の妻がいた。マフムトは14人の息子がいたが成人したのはアブディル・メジと一世とアブディル・アズイズの2人だけであった。マフムト2世には17人の娘がいた。 ありがとうございます。